何やってんだ。ミュージカルはお前のためだけにあるんじゃないんだぞ。桜大戦5、前回の追加のプレイしていきましょう。叱責スタートだね。お客さん喜んでた。拍手いっぱいしてくれた。だがミュージカルは予定していた半分しか演じられなかった。リカ、分かってるの？あなたはみんなに迷惑をかけたのよ。迷惑？でもみんな喜んでた。リカ頑張ったぞ。でもミュージカルとしては失敗だったんだよ。失敗？リカ、失敗したのか？信じろ。失敗、失敗だよな。ごめんなさいしょ、謝ろう。みんなにごめんなさいするんだ。そうすれば許してくれるから。ごめんなさい。素直だね。うん、まあいいや。今度からは気をつけるんだぞ。ごめんなさい。てかもう失敗しないから。だからごめんなさい。リカ、もういいんだ。サジータさん許してくれたんだから。ごめんなさい。リカ、なんかあるな、やっぱり。はい、ここまでにしましょう。リカも初舞台だったから疲れてるでしょ。今日は夜の部はないから、みんなもゆっくりと休んでちょうだい。了解。ではこれで失礼する。行こう、サジータ。それじゃあ、リカも服を着替えてしまいなさい。手伝ってあげるからね。うん、わかった。タイガ君、少し話があるから部屋の外で待っててくれる？はい、わかりました。話、まあ、リカのことなんだろうけど、なんだか大変なことになっちゃったな。リカ失敗って聞いてから元気がなくなってたけど、どうしたんだろう。どうせな、信じろ。何か悩み事？まあ悩み事といえばそうなんだけどね。なあジェミニー。リカの元気はなくてさ、なんでジェミニーは元気なのって。それはないだろう。リカの元気はなくてさ、舞台で失敗したって言われてからなんだけど。なんだか信じろ、体調らしくなってきたね。ちょっと頼りがい出てきたぞ。なんだよジェミニー、僕は真面目な話をしてるんだぞ。ごめんごめん、分かってるって。リカのことが心配なんでしょ？リカっていつも笑顔でいるような感じがするから、急に元気がなくなると。そうだね、小さな子が悩んでたら心配するよね。だったらさ、進次郎はリカの力になってあげればいいんだよ。きっと進次郎ならリカのことを分かってあげられると思うな。そうかな。僕は保証する。だって進次郎はいつも一生懸命なんだもん。だから大丈夫なんだ。リカだってきっと分かってくれるよ。分かった。やってみるよ、ジェミニー。ありがとう。じゃあ僕は掃除があるからもう行くね。どんまい、信じろ。優しいね、ジェミニーは。よし、なせばなる。リカに元気を取り戻すぞ。ラチェットさんの話ってなんだろうね。大学お待たせ。リカの着替えも渡して行きましょうか。え、どこへですか？サニーサイドのところよ。リカのことでちょっと呼ばれてるの。さあリカ、タイガ君行きましょう。いやあ、よく来たね。待ってたよ。サニーサイドもリカのこと怒るのか？怒る理由がないよ。リカには、キャメラトロンをあげようと思ってね。キャメラトロン？なんだそれ。ほら、これだよ。通信機なんだけど、写真を撮ることもできるのさ。写真？通信機？ほら、こうしてね、シャッターボタンを押すと。このポーズかわいいよね。写真が撮れるってわけさ、面白いだろ。いや、なんだこれ、面白い。リカも写真撮る。キャメラトロン使う。めっちゃ撮ってんな。これ容量とかどんなもんなんだろうね。これはサニーサイド、これはラチェット、これはシンジロの写真。
これが写真か。あはは、すごいすごい。リカ、みんなの写真撮る。ちょっと行ってくる。ハメ外すなよ。待ちなさい、リカ。大学君と一緒に行きなさい。わかった。先に行くぞ、進次郎。早く来いよ。すごいな、リカは。リカ、元気になったみたいね。ありがとう、サニー。いいってことさ。あとは大学君の、大学君次第だけどね。そうね、大学君。リカを家まで送ってあげて。よろしく頼むわ。はい、わかりました。ちょっと行ってきます。家ってどこだ？家ってどこだ？家ってどこだ？よし、で、リカはどこにいるんだ？野外サロン、こっち方面じゃないよね、多分。あ、いたいた、リカ。どうした？お、やっと来た。ごめんごめん。さて、行こうか。うん。どこ行く？家に直で行くよ。俺ちょっと寄りたいとこあるんだけど、いいかな。ここなんだけど。売店行っていい？あ、タイガさんだ。何の用ですか？リカを案内してたんだよ。何か面白いことが、ないかと思ってね。お、それリカか？リカの写真か？うん、ブロマイドだよ。ほら、舞台に出る前に写真撮ったでしょ？あれか、へえ、すごいな、ブロマイドか。一枚あげるね。はい、プレゼント。わい、サンキューな、アンリー。どういたしまして、タイガさんにはあげないけどね。買いますよ。それで、何かよ、買い物でもするの？買わせていただきます。ブロマイドもらえるかな？欲しいんですか？それじゃ特別ですからね。あ、かわいい。めっちゃかわいいじゃん。それはリカちゃんのブロマイド買えますか？はい。いいね、めっちゃ似合うじゃん。リカちゃんのブロマイドがいいんですね。はい。イタチ食われてるけど元気で可愛いからニューヨークのお姉さんたちにすごい人気あるんですよね。それじゃ50セントです。大事にしてくださいね。はーい。よし、話すか。へえ、これがリカのブロマイドか。結構可愛いね。リカ可愛いか。イシシシ、この衣装もアンリ君が作ったのかい。すごくよくできてるよね。うん、まあこれくらいなら。そんなこと言ったって何もあげないんだからね。大吾さんって誰にでもそんなこと言ってるでしょ。いや、言わないでしょ。そんなことないよ。もう兄くんはすぐにそんなこと言うんだから。うん、じゃあ行こうか。どこ行こうかな、次。舞台裏とかちょっと行ってみるか。前ジェミにいたもんね。またいるかもしれないし。ほら、いた。あ、新次郎にリカ来たんだ。ちゃった。ジェミニー、何してるの？舞台袖なんかで。何言ってんだよ。リカが壊したから舞台の修理をしてたんでしょ。リカ、本物の銃使うの。ハイデマは撃たれるし、セットは壊れるし。怪我人が出なかったのが奇跡みたいなもんだよ。確かに。リカ、どうして本物の銃なんか使ったんだい？おもちゃの銃だとリカは獲物を倒せない。バランスも悪いしな。そういうことじゃないの。もうお説教してあげる。あのね、これは僕がテキサスで聞いた話なんだけど。1本の矢はこんな風に簡単に折れる。でも3本集まると、ほら、なかなか折れないでしょ。つまり人は。そんなことないぞ。打ってた、打ってた、くるくるくる。な、そういうことじゃないの。もう信じるからも。言ってやってよ。え？リカ？ 4 本だとどうなのかな。ちょっとやってみてください。4本だぞ。打てるぞ。信じろ、負けるな。負けるなってなんだ。5本は、5本ならどうだ。打てる。6本なら打っとく。嘘。そこらくそ。7本。12発ぐらいまでしか入んないから。100本ならどうだ。あぶね。100本ならどうだ。打ちまくり。これでもダメなのか。
うん、残ってるよ。ほら、一本残ってる。本当だ。よし、僕たちの勝ちだ。そういうことじゃない。やった、さすが進次郎。大人げなかったけど勝ち。負けた、キュー。どうだい、リカ。頑張れば人間いつかは勝利することができるんだ。お前、なんだお前は。三本の絵を教えて、こういうことだったんだね。リカも分かった？分かった、リカも諦めない。頑張る。それじゃあ片付けも終わったし、僕はもう行くね。リカ、次の舞台から本物の銃は使っちゃダメだよ。約束できる？うん、約束、くるくるくる。大丈夫かな？それじゃあよろしくね。それじゃあ僕たちも行こうか。そうだな、3本の矢。100本だったけどな、最後。どっか行けるとこ増えてんのかな？家まで送ってって言われてたけど、増えてないな。とりあえずハーレムから行ってみるか。よし、路地裏とかなんかある？お、サジータ。信じろ、いいか。こんなところにまで来たのか。あ、サジータさん、何やってんですか？教室じゃないの？そうだ、こいつらとバスケットボールをしてたんだけどさ。服を変えろ、服を。あんたたちも遊んでいかないかい？するする、バスケットボールするな。いいだろ、信じろ。よし、ミカと信じろチームと私たちのチームで勝負、ん？試合するか。おお、それでバスケットボールってなんだ？やってりゃわかるよ。さ、ゲームスタートだ。教えてやれよ。あ、面白いな、これ。リカにボールを取られた。カルロス、奪うよ。あいつは、任せなって。まずい。このままだとボールを取られてしまう。僕は何とかしないと。ん？リカ。ドリブルで抜けろ。ダメかな。ドリブルで抜けろ、そこだ。あ、あれ？ドリブル？リカ、ドリブルできないのか。くそ。ボールはこっちのもんだよ。わ、ボール取られた。アイゴ、パス、シュートだ。決めちまえ。オッケー、はーっ。ガチだな。くそ。おほほほ、どうだい、私のダンクシュートは。すげえ、サジータ、空飛んでたぞ。ま、こんなもんさ、私たちの勝ちってことだ。ふぅ、負けました。さすがはサジータさん、強いですね。たまには体を動かすのもいいだろう。また遊びになったら来な。うん、また来る。気に入りました。かわいいな。さて、人は使えるし、私たちはそろそろ行くよ。信じろ、リカ、またね。バイバイ、また今度遊ぼうな。それじゃあ僕たちも行こうか。うん、次はどこ行こうかな。どこ行く？あー、このふわふわしてるのめっちゃ可愛い。法律事務所行ってもなぁ。教会もなぁ。ちょ、別のとこ行くか。なんかいろいろ見たいとこが、リカと見たいとこが多くて。高級アパート。高級アパート？セントラルパークかな。気持ちいい。やっぱここは気持ちいいな。キュキュキュー。え？誰？うん。今日は天気もいいし、本当に気持ちいいね。お、やっぱジムニー。あ、新次郎、リカ。ちょうどよかった。野球しよう、野球。ジムニー、野球？うん。野球、ベースボール、バットとボール、サニーさんにもらったんだ。僕、憧れてさ、アメリカ初の女性ピッチャー、その名もジムニーサンライズ。すごいな。リカもなるなる、野球する。それじゃ、僕はピッチャーね。信次郎、バッターしていいよ。していいよってなんだ。リカは僕の後ろからも、後ろを守って。おう、任しとけ。ボール打ったら打ち落としそうだな。それじゃ行くよ。3球勝負ね。おう。両手でバットをしっかり持って思いっきり振るんだよ。カキンってね。それじゃ行くぞ。これまたあれか、入力系か。ちょっと待って。はいえ。
すごいすごい、ヒットだよヒット、すげえやるな新次郎。よし次は打たれないからね、行くよ新次郎。よし来い。あっ、ん、いけた、いけてる、うりゃ抜けた。僕の球を打つなんてやるな新次郎。ヒットヒット2本。次は最後真剣勝負、絶対打たれないからね、来い。わっ、これ難しいよ。た、わ、リカお願い、任せとけ、リカも打っとく。わひゃ、一死百発百中、リカホームラン、せっかく打ったのに。残念だったね新次郎、リカに打たれちゃうんですな。でもあれはヒットだよ。一死リカ打つの大得意、何でも打っちゃうぞ。銃で撃っちゃダメだけど、野球って面白いな。今度はきちんと試合をしようね。人集めないと。へえ、面白かった。ありがとう、付き合ってくれて。うん、僕たちも楽しかったよ。また今度、野球しようね。じゃあまた。うん、バイバイ。野球かどうかは別だったけど、なかなか、それぞれの個性を生かした感じだったね。高級アパートなんかあるんだっけ？なんもない。うん、キャメラトローン、ここもいい景色だぞ、リカ撮っとく。お、いいね、なかなかいいな。よし次行くぞ。こういうなんもないとこも連れてきてあげてもいいな。とりあえず後で加山に挨拶もしに行かないといけないし。すげえ、なんだここ。ここはスバルさんが住んでるホテルだよ。申し訳ありません、他のお客様のご迷惑になりますのでお引き取りを。あ、すいません、騒ぎすぎたみたいで。構わないよ、ウォルター、彼らは僕の客だ。スバルさん、何のようだ、今の君たちにここはふさわしくない。あのスバルさん、さっきの舞台のことまだ怒っていますか？別に、過ぎたことに興味はない、無理なら舞台から降ろすだけ。スバルさん、リカも反省してますから許してあげてもらえませんか？スバル悪かった、リカごめんなさい、する、次はちゃんとやる、約束だ。謝罪すべきは観客に対してだ、だから期待はしない、結果は全てだからな。うん、リカ頑張る。なあなあ、リカスバルの写真欲しい、いいだろう。僕の写真、リカキャメラトローンをもらったばかりなんで写真を撮りたがってて、あまり写真とかは残したくないんだけど、リカは納得しないんだろうな。仕方ない、だがここは公共の場だ、撮るならさっさとしてくれ。さっさとする、新次郎を撮って、リカスバルと一緒。え、並ぶ？いいよ。はいはい。なんでスバルちょっとファイティングポーズなの？ちょっとズームするか。これぐらい？あ、これいいね。これぐらいいいね。こうか。ちょっと若干ずれるんだよな。これでどうよ。どう？うまく撮れたと思うんだけど。いいんじゃない？おお、いいな、スバルの写真だ、リカ気に入ったぞ。まあいいか、リカも喜んでるし、でもこれっきりにしてくれよ。いっしー、スバル、サンキューな、お前結構いいやつなんだな。リカは言葉を知らないな、もうゴルキーもならないよ。リカ、そろそろ行こうか、ここにいても迷惑だし。うん、そうだな、じゃあな、スバル。僕も出かけるところだったんだよ。タイガー、リカのこと頼んだよ。はい、それじゃあスバルさん。ん？キネマトロン。タイガ君、ベイエリアで事件が発生したわ。急行してくれる？ベイエリア？どこですかそれは。リカの家のあるところだ。シンジロ、ついてこい。わかった。頼んだリカ。お、綺麗なとこだね。着いたぞ、ここはベイエリアだ。ここか、初めてニューヨークに着いたと聞いたところだ。ウォール街にある連邦準備銀行に向かって揚力反応が検出されたの。了解しました、行くぞリカ。ラジャン、キャー、銀行強盗よ。あいつ、リカに捕まった銀行強盗、どういうことだ。
やめろ、金の銃と銀の銃、どっちで撃たれたい？顔色悪いな。なんだあいつ、前の時と全然違う。いや、なんだか嫌な感じがする。本当に当てるぞ、とりあえず撃っとく。いや、なんだ。リカ、大丈夫か？うん、あれ、悪いやついなくなってる。大河くん、何があったの？急激に揚力が上昇したと思ったら全て反応が消えたんだけど。いえ、よくわかりません。地震が起こったと思ったら銀行強盗もいなくなっていて。おかしいわね。こっちでは地震なんて確認されてないんだけど。いいわ、また反応があったら連絡します。ご苦労様、大河くん。ラチェット、何、どうかしたのか？いや、もう解決したよ。お仕事は終わり。そうか、うん、よかったな。そうだ、この近くにリカの家があるぞ。遊びに来るか？リカの家ではでっかい箱でもな。この辺りは面白いとこたくさんだぞ。まだリカ元気。リカの家に行くのはもうちょっと遊んでからだな。そうだね、この辺りは初めてだからちょっと冒険してみようかな。すごっ、広いね。広いけど、あ、臨海公園だって。こっち側は臨海公園だっけか。どうだ進次郎、ここ気持ちいいだろう。ほんとだ、海からの風も吹いてくるし、落ち着いていいところだね。なあ、リカ、ここ好き。日向ぼっこしてるぞ。なあなあ、リカの写真撮って。写真？うん、いいよ。じゃあポーズ撮って。これでどうよ。よくない？このファイティングポーズ。どうだいリカ、ブロマイドみたいに撮れたよ。ちょっと遠いかな。あ、ちょっとぼやけてる。大丈夫か？ほんとだ、シンジロうまいな、カメラマンだな。よひょ、やった、にゃー、よかったねリカ。それじゃ行こう、いろんなところに連れてってやる。うん、わかったよ。それじゃ行こうか。よし、で、さっきのウォール街ちょっと見てみる。ウォール街、ここはな、ウォール街だぞ。リカ、ここで賞金をもらったりする銀行とかもいっぱいだ。確かに銀行とか証券取引所とか裁判所とかいろいろあるんだね。お、サジータ。なんだ、あんたたちもさっきの通信で呼ばれたのかい？サジータさんもですか？でも、よくわからないうちに犯人たちいなくなってて。そうか、異常な揚力と地震、妙なことが起こってるみたいだね。私が到着した時には事件が解決した後だったし、あれ、あんたたちがやったのかい？はい、リカのおかげで被害が少なく済んでよかったです。さすが賞金稼ぎか、やるね。いっしー、リカ頑張ったぞ。ところでサジータさん、ウォール街で何をしてるんですか？何をって、裁判の準備さ。無実の罪に投獄された仲間たちを助け出すためのね。特殊な裁判になるから、いろいろと手続きが必要なのさ。そうですか、頑張ってくださいね。私を誰だと思ってんだい。サジータ・ワインバーグだよ。ケンタウロスの仲間を助けるのは私に決まってるだろう。はい、そうですね。協力できることがあったら何でも言ってください。サンキュー、その時はよろしく頼むよ。じゃあ、私はこれで。サジータ、何言ってんだ？よくわかんなかった。仲間のために戦うんだって。サジータさんらしいね。そうか、リカも応援するぞ。とりあえず撃っとくか？いや、撃たなくていいよ。そろそろ他のとこに行こうか。そうだな、行くぞ、シンジロー。リカの家ってどの辺なんだろうね。この先って行ける？お、行ける。倉庫街。ここは倉庫ばっかりなんだね。違うぞ、ここがリカの家だぞ。え？そうなの？あっち、リカはノコと住んでる。ニューヨークに来てからずっとな。そうなんだ。どうするリカの家、ここ行く。ちょっと行かせてもらおうかな。うん、リカの家に行こう。今日はもう帰ろうか。そうか、もうちょっと遊びたかったけど、まあいっか。じゃあついてこい、リカの家に連れてってやる。ちょっと一分飛ばしちゃったな。べっこべこなんだけど、あれ。ここがリカの家、リカここで寝てる。ここ倉庫じゃないのか？大丈夫なのか、こんなとこに住んで。気にするな信じろ、リカも気にしない。さあ入れ。まあいっか、とりあえずお邪魔します。
ここがリカの部屋か。結構広いんだね。この部屋はリカが作った。リカの気に入り。へえ、そうなんだ。何を調べられんの？ハンモックか。リカ、これは？寝るとこ。リカ、ここでお休みする。なるほど、寝床か。変わったベッドだね。そうかな、ゆらゆらして気持ちいいぞ。そうだな。寝てみていい？寝てみてもいいかい？なんだか面白そうだしさ。いいぞ、信じろ。でも気をつけろよ。落ちちゃいたいぞ。うん、わかった。確かにコツがいりそうだな。え？こういう系のやつか。これ、あ、適当にやってると下がるんだ。どうだい？うまく乗れたよ。すごいぞ、信じろ。上手上手。リカもたまに落ちるのに、信じろ。すごいな。確かに気持ちいいね。なんだかワクワクしてくるよ。さっさと降りようかな。よいしょっと。あら。あ、忘れてた。そのベッド、乗るときより降りる方が難しい。先に行ってくれよ。どうしようかな。焚き火？当たり前。肉や魚はリカのご飯、焼かなきゃ食べられない。でもこんなところで火を使うのと危ないよ。ん？だったら信次郎は焼かずに食べるのか？そういうことじゃねえよ。それは。リカ料理できるんだね。すごいね。それよりリカは料理できるんだ。リカ得意。リカのご飯美味しいぞ。へえ、いつもどんなの食べてるんだい？牛を焼いたの。それと鶏を焼いたの。あと魚を焼いたの。焼いたものばかりだな。あとはホットケーキ。リカホットケーキ大好き。かわいいね。へえ、そんなのも作れるんだ。僕も食べてみたいな。うん、今度ごちそうしてやるな。楽しみに待ってろ。ここ銃何個も飾ってあるの気になるな。あれ違う違う違う。ここにある銃は全部リカの銃なのかい？うん、違う。半分リカの、半分パパの。パパ？ああ、お父さんのことか。うん、何？どうした？リカなんだか寂しそうだな。リカのお父さんの銃か。リカのお父さんは一緒に暮らしていないのかい？いない。いない？亡くなった？パパもママもいない。リカのママ、ずっと昔に死んじゃった。ママのことは知らない。リカ、ずっとパパと二人で旅してた。パパ、リカに銃の撃ち方を教えてくれた。いろんなことを教えてくれた。リカ、パパと一緒にいろんな街でショーやった。すっごく楽しかった。お客さんが喜んでくれたら、パパ、リカにご飯くれた。喜んでくれたら。でも、失敗するとご飯なし。パパ、ご飯くれなかった。そうか。でも、リカ、パパのこと大好き。大好きだったけど。だったけど。パパ、いなくなっちゃった。リカ、ショーで失敗した。パパとリカ、ちょっとだけ怪我した。その日、たくさん雨降った。川、暴れてた。リカとパパ、川に落ちた。パパ、リカのことを助けてくれた。リカ、助かったけど、パパ、いなくなっちゃった。リカが失敗したせい。パパ、リカが失敗したからいなくなっちゃった。それから、リカ一人ぼっち。ううん。ロコと二人でここに来た。リカ、リカのせいじゃないと思うよ。それはリカのせいじゃないよ。リカのパパだってそんなこと思ってないよ。そうなのか。うん。リカが失敗したからパパいなくなった。リカ、ずっとそう思ってた。進次郎は違うって言う。なんで？なんで違う？ごめん、うまくは言えないけど、
そういう風に考えるのはすごく悲しいから、リカには笑っていてほしいから。シンジロ、リカが笑ってると嬉しいか？うん、リカが笑ってると僕も元気になってくるもの。そうか、だったらリカ元気になる。ニコニコだぞ。ニコニコだぞ。リカ、失敗しちゃったけど、でもリカ平気、なんとかなるなる。シンジローとリカ一緒、ノコも一緒だから、シンジローも元気出ろ。そうだね、今日は怒られちゃったけど明日から頑張ろうな。リカ頑張る。おー、僕も頑張るぞ。おー、それじゃ僕もそろそろ帰ろうかな。え、帰るのか新次郎。もう遅くなっちゃったからね、そろそろ帰らないと。リカごちそうする、牛焼くだから新次郎も食べろ。え、それともノコの方がいいか。キュッ、ノコは食べちゃダメだけど、どうしようかな。うん、女の子の家に泊まっていくのはどうかと思うからな。じゃあ泊まっていてもいいかい。たくさん話もしたいしさ。ほんとかほんとか、ほんとにほんとか、リカの部屋いてくれるのか。わーい、くる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 。シンジロにはリカのとっておきを見せてやるな。すごいんだぞパパの銃。あ、その前にご飯だった。ご飯だご飯、みんなで食べよう。あはは、いただきます。シンジロどんどん食え、リカも食う。あはははは。なんだろうな、ばあちゃん家行った時みたいな気分になってくんな。いっぱい食えってすげえ出してくれんだよな。良き国だよ、ここは。主のお目覚めに必要な黄金が山のようにあるじゃないか。黄金、まこと良きかな。ならば主殿をして最高と言わしめた頭脳を持って俺様が奪い取ってやるのだ。この毒王様がな。頭に刺さってますけど。絶対賢くないじゃんこいつ。最高って意味が違うだろ。だから変なの入るんだ。これはここ無双の名刀である。おかげで頭が冴えるのである。まあ冷たそうだよね。どうでもいい、そんなの。知力より腕力を使いなよ。バカの考え休むに似たりってね。貴様失礼であるぞ。すでに手駒は揃えてある。成功は間違いないのだ。あ、こいつはなんだろう、死んでんのかな。いいけどね。主の足を引っ張らないようにするんだよ。でないと僕がお前を殺しちゃうよ。バカにするでない。俺様の手にかかればちょちょいのちょいなのである。洗剤みたいな。よいな、我が手下どもよ。黄金をガッポガッポと奪い取るのだ。すごい、頭が悪い。そうか、その黄金狙いでリカ狙われそうだな。銃黄金にしようかな。はい、ということでここで一旦区切りましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。